山田決算会って言ってもね、続きになってるんですが、こんばんは、山田と申します。まあ、何の新鮮味もないでしょう。見てる方からしてみれば、またか、またかよというね、感じになってると思います。というのもね、収録的にはね、ちょっと空いて、るんですけど、3月のね、決算会があまりにもね、まあ大決算会ね、すさまじい、サブチャンネルを落とした瞬間、喋る喋るでね、全動画の繰り返り、ほぼほぼ全動画の繰り返りまでやっちゃいましたもんね。っていう結果ね、とんでもない大長編になった結果、なんとこの4月の、決算会が押してしまうというね、ぐらいにまで来てて、これ、5月の中旬ぐらいに放送になるの？怖え。下手すりゃ6月なのかな？ちょっとね、まだ最終盤の、ところの動画が、できてないんですけど、6月にかかってる可能性があるっていうね、もうわけのわからない。もう3ヶ月ぐらいこの決算会やってんじゃんっていうね、決算会紛糾しておりますと。いうことでございますけどね。まあ、とはいえね、やはりね、まあ、見ていくとなった以上はね、徹底的に見ていきたいなと思っておりますんでね。ちょっと、今日も、今回も、がっつりと見ていきたいと思います。ただ、まあ、前回ほどかかりません。前回はね、YouTube のところを2019年の1月からね、すべて、全月、動画、傾向動向、すべてをチェックするっていうのがありましたんでね。今回でね、さらーっとそっちの方の、YouTube の方の話をするときはね、そっちのおさらいをしながら、やっていこうと思います。まずはね、これ、もともとニコ動の決算会の動画なので、ニコ動の方のデータを見ていきたいと思います。それでは、早速やっていきましょう。って言ってもね、いつものごとく、いつものごとくとかね、もうサブチャンに回してますから、2軍落ちでございますよ。ということでね、これでね、見ていきたいんですけど、よいしょ。ニコニコはどんな感じだったかというと、3月のデータですね、ですので、になっていくと思います。そうするとこんな感じですよ、3月は。投稿本数はもうだんだんあれだな、これが。よいしょ。さあ、ってことでね、さっと。はい、ってことでね、ここから YouTube の方の解説をしていこうと思います。YouTube の方だとどうかっていうのか、ちょっと投稿本数とかのところにだいぶ差が出てきます。まあ、2月もそうだったんですけど、2月も、こっちの方の投稿数が多いわけですけど、3月もそうなんですよね。実はね、3月投稿数が92本ありました。意外ともうすぐ100本。この時にね、150本、月150本目指してやりますよとかって言ってましたけど、実はそのショーツと兼ね合いで、まあ、普通に60本を超えるようになってくるな、70本ぐらいにはなるのかなと思ってたら、実はそのサブ動画とかいろいろと上げとった兼ね合いで92本まで、上げてたということで、相当実はこんなの見るやつもありますよということでございますね。で、視聴回数が、2万1000、再生ということで、久しぶりに2万再生超えました。久しぶりですね。いつ以来、2022年5月以来で2万1000再生ってなると、ここが1万9000、三木哲郎が述べたときで1万9000だろ？それより前はないから、2万9000で2万再生が、エスカレーターが最後にガンといったときですよね。実はそれ以来、で、しかも、実は一応月では、単月では、視聴回数最高記録更新しました。ありがとうございます。いやー、実はね、2万1000再生もいただいてたんです。で、ただ、ふと思ってることでしょう。この手の動画を見ていただいている方だったら思うことだと思います。どこでそんな見られてんだ、こいつってね。こんなクソ動画ばっかしでね、そんな上がってるんだっていうところなんですけど、ヒントはここに入れてますね。再生時間実は、下がってて273ってことで、6000再生の時とそんなに変わってない、ところがあったりするんですよね。なんでなのかっていうと、まあ、もう一度見ていきましょうというところでございますけどね。トップ3にまあ多少ヒントは隠れてますね。もうすでに。こんな感じでございましたと。トップ3が、これ YC ってなると山田チャレンジですね。で、カツ丼、これね、牛トロにカツ丼食いに行ったやつですね。で、これが1599再生ってことで、今までのね、歴代1万9000に、とったときは、これ1万2000再生のやつがドーンと引っ張った。で、1万1000再生のときは、このエスカレーターの動画がね、1万1000じゃなくて、こっちか、2万再生のときはこれが1万4000再生で引っ張ったよっていうのがあったんですけど、実はそれと比べると1500ってことはだいぶ少ないんですよね、トップは。
っていう中では、んって見てみると、2位がネギトロのおにぎりチャレンジでネギトロ食べとったやつですね。やっぱ3分が早いやつの方が味だったんだなってところなんですけど、で、実は、で、小山田チャレンジでハンバーガー食べた動画とかが、実は、1300再生ってことで、かなり底堅い形になってるなっていうのがわかります。これ、ちょっとトップ3だけだとね、あれ、なんか、そんな上にも登ってないし、っていう感じになってくるところなんですけど、っていうのがありますね。で、あと、これ、かなり久しぶりに、トップ3がすべて、その月に上げた動画という形になってるはずなんですよ。いつ以来だろうね。この時は来てないな。これも古い動画が混じってるもんなってことなんで、非常にうちとしては珍しく、新しい動画が、再生数を引っ張っていくっていう風になって、おそらくこのショーツメインで2月から投稿を始めてるんで、2月もそうなのか。ん ?5 月、同州する ATM もそうか。ですから2月の時からもうすでに、あ、そうか。ですからこの2月から、この、古い動画、新しい動画で結構再生回数を、新しいショートですね、行く体制がだいぶ来てるのかなというところなのかなというのが見て取れますね。で、登録者数は27人ということで、これもかなり久しぶりにガッツッと増えましたね。27増えてるのは、ていうかあれ、ここで25だから、27増えたのは単月では、これは最高記録かな?あ、最高記録だ。やったありがとうございます。ということでございますね。っていう感じで結構、数字もね、よくなってくれてるのはありがたいところでございます。ちょっと、縮めようかな。うん。っていうところでございますね。なるほどな、というところでございます。ではね、ちょっと詳細の方をね、しっかりと見ていきたいなと思いますよ。どんな感じだったのかな、というとね。よいしょ。山田検査会の子は当たれてますけど、コンテアナリティクスで、もうね、新しい月なんでね、これポチッと押せばね、すぐに出てきます。3月はこんな感じでした。すいません、前半のところはちょっと出てこないな。投稿本数が多すぎて多分ここが、リストに上がってきてないです。ここはもうね、動画を上げてますからね、ということなんですけど、どうやったら見れるかな。出てこないね。出てこないね。よしよしよし。まあ、コンテンツすれば、まあ、2万1000再生、いきました。で、273ってことなんで、実は、ちょっと、ここに落ちてるんですけど、チャンネル登録者数のね、増えが4、多いということで、実は今396枚。実はこの後はもうね、結構グイグイと増えていただいておりまして、実は396人まで来ちゃって、もう実はもうちょっとで400人っていうね、ワクワクというふうになっているところでございます。というところでございますね。で、だから、投稿したら見えないですけど、ここがやっぱ特徴的ですよね。上位コンテンツのところが、山田チャレンジ、が、時とって、2023年3月の動画が、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ってことで、実は、10位の動画、ね、ギリギリ、古い動画が入ってますけど、それ以外はすべて、この月に上げた動画が、上位を独占するという形になっているということで、非常に今までになかった傾向になってますよね。これ何かというと、もう見てもらったら分かるの通りです。ショーツってこと。最後のやつもね、その後伸びしてるとは言いますけど、こいつもショーツなので、実は、すっかり、ショーツ動画投稿チャンネルと、化してるっていうのはここですよね。で、そこのところが550なんてことで、他のところがね、全部700再生以上でね、1000再生超えてるのが、上位5つが1000再生超えてますからね。こんだけね、底堅く入ってくれてると、実は、相当大きいなというところでございますね。で、いうところでございます。結構こういった詳細も見れるんですけど、とりあえずちょっといいや。はい。ということでね、ザーッと上がっております。まあ、上がってる動画がもうすべて今月のやつなので、もう今月の振り返りをしながらね、あれしようと思うんですけど、前半がちょっと多すぎて出てこないんで、カスタムで見てみようかな。3月の1日から15まででまず見てみる?と出てくるかな?出てくるね。1、2、3、4、5、6、7、8。
8、9、10、1、2、3、4、5ってことで前半の動画をファーッと見ていきましょう。前半8900。だから後半の方が伸びがいいのか。で、何から上げてる ?3 月1日が、エビマヨおにぎりのね、大失敗した動画か。そうか、これからか。で、アクエスチャレンジが始まって、この頃はアクエスチャレンジをメインでやってましたね。今、別のやつがメインだったけども、これ単純に、また夏になったらアクエスチャレンジ戻そうと思ってます。まぁ、ちょっと今、タイムのね、表示の仕方とか、いろいろとちょっと改善を試みているところだったりするんですけど、それ以前ね、なんでアクエリアスチャレンジやってたかっていうと、単純な話で、これやってた時期がアクエリアスの時期なんですよね。なんて言ったらいいのかな。アクエリアスってその、英語じゃなくて、なんだったっけ、ラテン語だったっけな、もともとはギリシャとかそっちの方のあれだったと思うんですけど、これ、英語だと水亀座って意味になるんですよ。ですので、2月がちょうど水亀座の時期なんですよね。私も実は水亀座なんですけど、ですので、実はアクエリアスっていう検索が増えるかなっていうのが2月だと増えるかなと思って、それで、じゃあなんだろうな、アクエリアス飲めばいいやって、実は、あれしとったんで、タイミングをその2月の時期に合わせてやっとって、で、そこからいろいろと派生させようっていうのでね、やってました。まあ、そのままずっとアクエリアスを飲み続けるのもあれかなと、いいかなと思ったんですけど、意外と毎日投稿するには結構しんどいなっていうところでね、いうところがあったんでね。どっちかというと、いろいろ日本の、ローカルフードとかを紹介してくるような感じの方が海外だと受けるかなっていうので、この頃はまだアクエリアスをガンガンやっておって、おにぎりを食べ始めたりしとったのがこのあたりですね。やっぱり、日本食でね、ローカルフードといえば、ソウルフードといえばおにぎりだろうっていう。あとね、この頃、早食い胸張りしてやってたんですけど、多分この動画が上がる頃には、早食い以外のやつも、山田もくもくだっけ、っていう名前でね、山田チャレンジ以外のところでも、まあ、どっちかというとやっぱ、山田チャレンジでいろいろと食べるチャレンジをやってるようにしてましたけど、あれだと結局、なんかタイムアタックがしたいのがなんかちょっと中途半端になってしまうところがあったんで、山田チャレンジはね、どっちかというとタイムアタックに特化した、同じ品目をガーッと食べつける。この後もね、実は裏に、大量のうまい棒買ってあるんでね、今から、耐久うまい棒、早食いバトルが始まるわけでございますけど、で、いうのがあったりだとかね、いうのがあって、そういうような感じで、ね、ちょっと、まあ完全にね、料理を紹介するんですけど、まあ別に、なんか食べてね、なんか、私別に美食家でもないでね、普通に食べて、ちょっと写真でね、その食べたものの詳細とかパッパッパーっと出しながらやるっていうのを山田もぐもぐって形でやるっていうので、まあ、どっちの方、まあ伸び率見てですね、そんなに、他にいろんな食べる動画がそんなに伸びないよっていうんだったら、で、ね、その、うまい棒食べる動画とかの方が伸びるんだったら、うまい棒を食べ続けるね、やつをね、ずっと上げ続ければいいし、と、いうような感じで、まぁ、ちょっとしばらくはね、お試し的にいろいろと上げてみて、様子を見てみようかなと、思っております。あとは、まぁ、早飲みでまたアクリアスはね、また、復活もさせたいなとは思ってますんでね。このあたりもちょっと、ジャンル別とかで、ちょっといろんなデータをね、もう一回、タイムデータをね、1からちょっと今引っ張り出してデータリングしてるんで、それでね、ベストスコアを更新できるかどうかみたいな感じの、結構ガチアタイムアタックな感じのね、仕様にしていこうかなと思っておりますというところがあったりしますね。で、あとは、何が始まる?あー、やっとここで、伊勢湾一周旅行の旅なんだ。もう、撮影したの一体いつだよ、これ。2022年の9月とか秋ですよね。そろそろ涼しくなってきたかな、なんてこと言ってたぐらいの時なんですから。わー、のやつを開けてます。続いて、で、玉田駅ね、があれになるっていうので、その前に玉田駅を行ってきて、もう、なくなっちゃったのかなっていうところらしいですけど。で、そこから玉津駅まで歩いて、歩いてる動画の中のね。で、開催直前の玉津駅寄って、駅舎良かったですけどね。なくなっちゃうのはちょっと惜しいですけどね、っていうところです。伊勢市駅、
逆に言うと最初からってことは、一番台風も乗り越えて、るわけですし、関東大震災、まあ、こっちの方はそんな影響はないとはいえ、関東大震災って、阪神大震災なんかはね、こっちの方も揺れましたからね、とかっていうのもあったり、あとは、あれか、戦中、1940年代に、結構こっちの方で大きい、トラフ地震がなんかあったんですよね、っていうのとかも、すべて乗り切ってきた、駅舎がついなくなっちゃうっていうことで、見てきてね、結構ね、椅子とかもね、低い設定だったりとか、いうのがあったりするんで、ね、なるほどな、っていうところがあったりしましたけどね。うん。で、鳥羽に行って、鳥羽駅、鳥羽水族館のあたりとかを歩いて、で、ここでね、豊橋発、鳥羽の、ですね、割引切符ね、これあんまり伸びて、ああ、まあまあ伸びてるか、65だったら伸びてるか、最近ちょっとショーツのデータ見てたんでね、ショーツがね、結構ね、パッと拾ったやつでもね、パッと伸びてるんでね、これは、これは全然伸びてね、38、ですけど、うん、ショーツの方はやっぱ、伸びがね、ここら辺唐揚げくんとかも115でもね、そんなに伸びてない方に入っちゃってますからね、っていうぐらい、どのあたり？これなんかね、300とか取れてますからね。そう、こんな感じでパッて、その上位に入ってないやつでも300とか取ってるんで、これなんかだと、もう1200とかね、入ってますからね。これもう一発伸びです。もうショーツはやっぱりこの伸び方ですね。基本的には一発伸びでドーンっていう感じですね。まあまあ、唯一例外がその、この間で入ってるやつですもんね。っていうので、撮ってますけど。この間だと1280か。なるほどな。っていうところですね。まあ上位も、これにしてももう、上位のところは、って感じなんで、全部だから、ほぼほぼこんな感じで300ぐらい入ってくるっていうことなんで、非常に、やっぱし、これが、底堅く再生数を上げてくれてる大きな要因ですね。あ、そっか、これ15までか。で、ベッド16以降が、